YB-35 フライングウィング試験飛行中の y b 3 5 y b はアメリカ合衆国の航空機メーカーであるノースロップ社が1940年代にアメリカ陸軍航空隊向けに開発していたレシプロエンジン爆撃機である正式採用はなされず試作のみに終わり1949年に開発中予されている機体形状は尾翼や目立つ 胴体部がなく、主翼のみで構成された全翼機であり、主翼部以外には、上院窓及び機関部とテールコーン程度しか突起部がない、大型の全翼機としては、実際に飛行した世界最初の機体であった。機関は、レシプロエンジンに4機を搭載し、主翼公園に4機のプロペラを推進式に配置している。コックピットは、機体先端にあり、機内には、 爆弾層も設けられている。相性は、フライングウィング。推進機関を、ジェットエンジン6機に換装した w e b 4 9も開発されたが、こちらも、試作のみにとどまり、アメリカ軍は、より一般的な機体形状のコンベア B-36 を、戦略爆撃機として、採用、実戦配備している。ただし、レーダーに捕捉されにくいという全翼機の特徴は、後に、 ステルス機として知られる b ナスピリット開発の際に活用された全翼機の発想はノースロップ社の創業者であるジャック・ノースロップが追求していたものであり彼は1930年代を通して全翼機の製作に力を注いだドイツでもホルテン兄弟が同様な構想を練っており同じ第二次世界大戦時にホルテンホ229が開発されていたアメリカ合衆国が 第二次世界大戦に参戦する直前の1941年4月11日に、アメリカ陸軍航空隊は、欧州戦専用に企画された重重ボマー構想をメーカーに提示した。候補の一つとして、大きな翼だけの構造を持つ、長距離爆撃機 B-35 を、ノースロップの会社で開発する契約を1941年11月22日に与えた。 B-35 は理論上では通常形式の爆撃機よりも速度が速く搭載量も多く、そして使用する金属が少なく安く製作できるとされていた。このような長距離爆撃機を陸軍航空隊が必要としたのは仮に欧州戦線でイギリスが敗北した場合、アメリカ本土から数軸国側を爆撃するために大西洋の両岸を 往復飛行できる爆撃機が要求されるためであった。また当時の迎撃戦闘機が到達できない高度である4万5000フィートという最大上昇限界高度も設計要求に含まれていた。軍は2機目の試作機を製作するオプションを1942年1月2日に行使し、1機目は1943年11月に引き渡される計画であった。N-9M しかし、 全翼爆撃機の製作は史上初めてのため B-35 を設計するためにデータを収集する XB-35 の3分の1スケールの実験機 N-9M を製作するところから開始された N-9M は1942年12月に初飛行しているノースロップの設計人は1942年前半から B-35 の設計を開始した。操縦席は翼に埋め込まれ、機体構造はアルコア社が開発した新型のアルミニウム合金で製作されることになった。通常の飛行機が持つ方向打を持たないため、左右の翼端に上下に割れるように開くフラップを備えていた。片方のみを作動させると左右の効力差で要因、モーメントを発生し、左右への首振り運動を制御できる。 レシプロエンジン R4360 を4機を翼の前園内に設置し延長シャフトを通じて後方の二重反転プロペラを駆動した最大速度は時速6 2 9トルで爆弾7.3トンを搭載して 13,120km を飛行できた機内は全翼化によって広いスペースが確保され爆弾を機内に最大23.2トンまで搭載でき 機体中央部には、操縦席や、広報士席、引き込み式の対空機銃座、搭乗員用の食堂、交代用員の仮眠室まで設けられた。1942年9月30日に全、量産型 YB-35 が13機、発注され、1943年6月には、量産型 B-35B を200機生産する、契約がなされている。しかし、 XB-35 は様々な技術的困難にぶつかり、開発は予定より遅れた。ノースロップに生産設備がないため実際には、マーチン社で生産することまで決まっていたが、実用化に時間がかかること、そして当初の予想よりも速度が出ず、航続距離も短いなど、性能の不足が予想された。対戦集結の見込みとジェットエンジンの発展、プロペラ機の旧式化が、 相まって、量産計画は中止されたが、全翼機という概念自体には注目され、研究目的のみのために計画は継続された。結局試作機が完成したのは1945年7月であった。なお1 0ボーマー構想には他に、コンベア車とボーイング車も参加していたが、コンベアの B-36 が採用された。また、ボーイング案は、創造機であったが、不採用となり、 設計すら行われなかった。XB-35 の機種部単林式の前足の他に、ピトー管や空気取り入れ口、ブレードアンテナなどが見える左下方から見た、XB-35 翼端のスプリットフラップが分かる1946年6月25日、ミューロックイヌイコにおいて、XB-35 の1号機が45分間の初飛行を行ったが、その後、 様々な問題点が明らかになった。結局、1号機は19回、2号機はわずかに8回、飛行した後、いずれも地上にとどめ置かれることとなった。この間に、ギアボックスの不具合への対応として、プロペラが二重反転プロペラから通常のものへと乾燥されていたが、これによって振動が発生するとともに性能が大きく低下した。また、複雑に入り組んだ排気系統の整備には、 困難が伴った、わずか2年間使用しただけであったエンジンには、すでに金属疲労の兆候が見られた。XB-35 は2機、YB-35 は13機生産されている。YB-35 は1948年5月28日に初飛行した。しかし、振動問題等の技術上の困難や、1945年からは、すでに、 ジェットエンジン乾燥型の IB-49 の開発が開始されていたこともあり、1949年5月に開発計画は中止された。XB-35 はいずれも計画中止後、1949年8月にスクラップにされた。YB-35 の最初の発揮は、XB-35 と同じ仕様で生産され、 このうち2機は後に YB-49 へと改造された。後期生産の5機は改良された仕様で生産され、YB-35A と呼ばれた。このうち1機は後に UV-49A へと改造された。また別の1機はターボプロップエンジンの試験機に使われ、1950年3月に解体処分された。YB-35 のうちで飛行したのは最初の1機のみで、 改造されなかったものはいずれも部品取りに使用されるなどした。YB-35 のエンジンを Z エンジンに変えた YB-49 は1947年に初飛行し、良好な性能など全翼機の有望性を垣間見ることができたが、飛行が不安定になる欠陥があった。その上 YB-49 の一機が墜落して、搭乗者全員が殉職する事故まで発生した。 これは、プロペラの設計のままで翼を再設計することなく、Z 化したため、弊害が生じたと言われている。詳細は、YB-49 を参照なお、B-35B-49 の両計画の中止をめぐり、長年にわたって陰謀論が唱えられている。これは、空軍長官、スチュアート・シミントンがノースロップに対して、 政府の影響下にあるコンベアとの合併を強要したものの拒否されたため、異種外資として中止にしたというもので、ジャックノースロップ自身が事実であったと証言したため、陰謀が現実にあったとされた。実際には当時の技術では全翼機を使いこなすことができないことや、当時の核戦略の要求に適合しなかったなどの理由で中止になったと言われている。現在の B マイナスには、 フライバイワイヤーを利用して、コンピュータによる操縦補助を受けている。シャングリラ第13は、飛行少女で、主人公、北条クニコが超高層都市アトラスに行くために、コードネーム KG にはエビーマイナス35のような航空機に登場し、軍の擬体戦闘機に撃墜された。スカイクロラ大規模攻撃で、各部隊集結した時に、類似した機体が爆撃機として複数機登場している。 ストライカーズ1945敵機として多数登場。続編のストライカーズ1945-2では、介護 U フライングパンケーキのサポートアタック B-35 援護編隊として登場。2機のナス b 3 5が画面下部から出現し、援護攻撃を行うとともに、防弾壁の役割を果たす時期としては選択できない。トランスフォーマー。 最後の騎士王主人公達がイギリスへ移動する際に登場 YB-49 のような垂直尾翼が取り付けられている。ありがとうございます。